毎日新聞のやつの方にしてます。明日14日にね、関連の第三者委員会 の最終報告が、はい、発表される予定ですけれども、まあ、これまでですね、その複数の関連職員が、まあ、元条約から、まあ、金品を受け取っていたことが、まあ、判明しておりまして、その監督官庁としてですね、コンプライアンスの強化など、今後その関連にどのような、まあ、改正を期待されていきますでしょうか。関西電力の第三者委員会は明日3月14日に、調査報告書を関西電力に提出をするということを聞いております。まあ、同日14日から14時から、記者会見を行うことを発表しております。まあ、経済産業省としては昨年の9月27日に、関西電力に対しまして報告徴収命令を出しておりまして、まずは第三者委員会の報告を受けた関西電力側の対応を待ちたいと思っております。まあ、正式には明日ということで、私どももまだ中身については聞いておりませんし、明日関西電力に提出をされて関西電力がそれを発表する、私どももそれを見た上でということになろうかと思います。今回の調査結果を踏まえて、経営問題も含め再発防止等の措置を講じることで、まあ、信頼回復に努めることが重要であると思っております。まあ、経済産業省としては可及的速やかに報告徴収命令に対する回答を出していただく、こちらを受け取るということで、それを精査した上で、関西電力に対して厳正に対処してまいりたいと考えています。じゃあ、いかがでしょうか。九州電力の仙台原発1号機はですね、いわゆる特殊施設、テロ対策施設の完成予定のために16日に提出する予定ですけれども、その受け止めと原子力各社に求める対応について伺いたいと思います。九州電力においては安全第一で、まずは必要な工事をしっかり取り組んでいただきたいということであります。また各事業者においては原子力規制委員会の監視のもとに規制要求に応えるべく安全対策にしっかりと取り組んでもらいたいということでありまして、しっかりとした規制のもとで工事を行い、またその後の規制委員会とのやり取りもしていただく、そして運転をしていただくと、結果的には運転をしていただくということにつながるように努力していただきたいと思います。他は、産経新聞の高橋です。新型コロナの特措法が、成立したいなっていうのが、緊急事態宣言が出された場合の日本経済への影響と、これを緩和するためにどのような方策が必要かをご所見お願いします。まあ、昨日衆議院で可決して、今日は参議院で審議をしているということで、担当大臣の西村大臣が緊急事態宣言については慎重に取り扱っていかなければならないということも答弁をしているところでありますけれども、もし一般論としてお答えするのであれば、もしそれが出されれば、外出や施設利用が制限される場合には、外食産業やイベント展示の運営を行う事業者にとって客数や販売量が減少するなどの結構大きな影響が現れると思っております。まあ、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのイベント自粛を受けて影響を受ける事業者から資金繰りを懸念する声が今寄せられておりまして、先日取りまとめた緊急対応策に基づいて徹底的な資金繰りの支援を講じてまいりたいと思っております。5万件近い相談が来ていて、このうちの9割は資金繰りということでありますから、経済産業省、事業を営む個人や企業、法人というものをしっかりと支援していくという立場から、資金繰り支援全力で行ってまいりたいと思っています。北海道新聞の上野です。先ほど資金繰り支援のお話出ておりましたけれども、融資が中心 の対応策となっておりまして、企業の中には返済計画が立てられないので利用しにくいという声もあります。こうした声への受け止めと、また第3ではどのような策を検討中でしょうか。第3弾ではどのような策をご検討中でしょうか。またキャッシュレスのポイント還元制度延期されるお考えありますでしょうか。まず第1弾第2弾と発表いたしました。まずは企業に関しては融資
なんですね。それであの枠がないっていう枠がなければそれはあの枠も広げるということで要件緩和ということもやってきておりますし、まずは企業に関しては事業をするものに対しては融資ということだと思っております。そして実質無利子の融資まで入れているということで今までにない対応もしているということですから、まあそれらをまずは確実に実行していく、借りていただく、そしてまあ銀行等のまあ民間政府系問わずにまあ条件変更等についてはしっかりと対応していただくように財務大臣と私の連名でお願い要請書を出しておりますので、まあそういったものも含めてしっかりと対応していただくことが大切であると思っております。まあ第3弾というのは今の時点では第2弾を発表したばかりですから、まあこれの中でいろんな課題がまだ長引くことによって出てくればそういうことも想定する場合も出てくるでしょうけれども、今の時点ではこの第1弾第2弾をしっかりと活用ご活用いただくということが重要だと思いますし、私どもの立場としてはこれを周知していくと、そして多くの方に利用していただくということがまずやるべきことであると思っています。キャッシュレスに関しましては今年の6月で終わりということですから、その議論は今ございません。はい、はい、NHK の宮崎、はい、この週末ですね、マスクの転売禁止制で施行されますけれども、実際今ネット販売、オークションサイトなどでですね、マスクとせずにその別の商品などを取引して、そのマスクを販売するような事例が見受けられています。それに対して経産省としてどういうふうに対処していくか、そのあたりの姿勢について、これ小取りの方の分野にもなると思いますけれども、私どもはネットの中での販売は経産省の立場ということで、自粛要請をお願いして、その上で今度は法律ということで禁止ということになりますので、まあその上で出てくるものであればしっかりと対応していきたいということになると思います。マスクはその川上から川下まで、例えば製造から原料調達、そして製造から消費者に行き渡る小売のところまでしっかり調査をしながら今行き渡るような努力をしておりますので、まあ物流も含めてどうしたらいいのか、中国からの輸入のところで滞っているのはどういうことなのかということも含めて、原因も含めてどう解消していくかということを厚労省と消費者庁と経産省で合同チーム作って取り掛かっているところでありますので、その成果を見ていただきたいと思っております。はい、はい、よろしいですか。それでは以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。